私の名前は狭間舞。どこにでもいるごく普通の社会人だ。私は仕事柄家を数日間空けることが多い。家にいる公平が心配だな。またとんでもないことをしてかしてないといいんだけど。さっさと仕事を片付けて家に帰らないと。公平というのは私の夫の名前だ。そう、実を言うと私は既婚者だったりする。夫の公平と知り合ったのは今から5年前。当時大学生だった私はサークル活動を通じて公平と親しくなっていった。何度かサークル仲間を交えつつも交流を重ねていった。ある日、俺と付き合ってもらえませんかと公平から告白をされて交際をスタートさせた。大学生の頃のデートではお互いの家で一緒に食事することはほとんどなかった。その代わり2人でお金を出し合ってそれなりのお店で一緒に食事を楽しんだり、時には金欠でファミレスなんかでだべったりしていた。大学を卒業して2年ほど後、2人とも無事に社会人になってそれなりに仕事も慣れ始めたあたりで結婚式を挙げた。同棲はせずに結婚したけど、公平は性格もいいし問題はないはず、そう思ったからこその結婚という判断だった。今考えると同棲しておけばよかったな。私が同棲しておけばよかったと後悔している理由、それは公平の食事が原因だ。恋人の頃は外食ばかりだったからか気がつかなかったけど、公平には食事に関して大きな問題があったのだ。お、この焼き魚美味しいね。問題があるとは言っても普段の食事は特に普通なんだけどね。公平の食に関する問題、それは買い置きしている食べ物を食べ尽くしてしまうという癖があることだ。ちょっとデザートでアイスを食べてもいいかな。いいよ、今ちょっと洗い物やってて手が離せないから勝手に冷凍庫から取っていって。アイスのストックは10個あるけど、さすがに全部は食べないよね。などという私の考えは、アイスクリームよりもはるかに甘いものであったと言わざるを得ない。洗い物を終えてテーブルを見るとなんと驚き。ちょっと、この量のアイスを全部食べちゃったの？ははは、1個食べ始めたらもう1個、さらにもう1個と手が止まらなくなっちゃってね。笑い事じゃないよ。いっぺんにこんなにたくさん食べちゃったら体にいいはずないじゃん。さっきちゃんとご飯を食べていたよね。食べるなら普通は1個だけでしょうに。このアイスは週末にダラダラしながら映画でも見つつ2人で食べようって言ってスーパーで買ってたんでしょ？すみません、今後は気をつけます。今度同じことをやったら絶対に許さないからね。とまあこんなことが日常でずっと繰り広げられている。今回は仕事で家を3日空けちゃったけど、買い置きしておいたお菓子類は無事かな。さすがに豆腐とか納豆には手を出していないと思うけど、そっちもかなり心配かも。はあ、公平のことを考えると仕事よりも気分が沈んじゃうよ。こういう日は味の濃いものとお酒を飲んでストレスを発散させよう。家に帰ったら晩酌じゃ。帰宅すると公平はまだ会社から帰ってきていないようだった。そこで私は公平がいないうちに買い置きの食べ物が置かれている場所を全部チェックしてみることに。よし、まずはお菓子を入れておく戸棚だ。あー、やっぱり何もない。私が大好きなおせんべいにポテトチップスが、それにチョコレートもなくなってる。戸棚を閉めることも忘れて、次に私が向かったのはキッチンだ。一応冷蔵庫もチェックしておかないと。ない、何もない。仕事で家を開ける前に買い置きしておいたお豆腐、納豆、それにメカブとかもずくまでない。牛乳もないし、デザートに買っておいたフルーツゼリーもない。ありとあらゆるものがなくなってるじゃん。ここまで確認したのはすぐに食べられそうなものばかり。さすがにパスタとかの乾麺はやられていないだろう。そう思ってパスタを保管している戸棚を開けてみると、ここもないのかよ。つうか家中からありとあらゆる食べ物が消え去ってるじゃん。私が買っておいた食べ物は知らぬ間に異世界にでも旅立ってしまったとでも言うのかよ。確かパスタって2キロはあったよ。それが3日でなくなるっておかしいじゃん。缶詰だって何十缶もあったよね。災害とかが起きた時に困らないようにっていろんな缶詰をストックしておいたはず。それがたった3日で全滅。公平、ここまで来ると食い尽くしとかそういう次元じゃないよ。そんなことを私が考えていると、ただいま。重い、帰ってきたなんだ、おかえり。何をのんきにおかえりなんて挨拶してるの。たくさんあった食料のストックはどこに行っちゃったの。あれ全部を3日で食べたんだとしたら、あなたは何かの病気だよ、病気。今度の休みに病院に行って徹底的に検
てもらうよ。拒否権はなし。いい？はい。そして後日、浩平の体を徹底的に調べてもらうために私たちは病院を訪れた。それじゃあまずは採血からしますので、気分が悪くなったらおっしゃってくださいね。わかりました。いいで。採血の後、浩平にはこの病院でできる全ての検査を受けてもらった。そして検査の結果が言い渡される時がやってきた。いやあ、旦那さん、頭からつま先まで徹底的に調べましたけどね、あなた健康体そのものですよ。何にも悪いところなんてありません。胃なんてカメラで見たらとんでもなく綺麗でしたよ。きっと日頃から奥様と二人で節制されてるんでしょうね。私も見習わないといけませんな。つまりどういうことだ？過食とかそういう病気じゃないってことは、ただよく食べるだけの人ってこと？あれだけガバガバと食べちゃうんだから、なんかの病気だと思うじゃん。病院から自宅に帰ってきて、私はやけっぱちになってご飯を大量に作ってみた。検査前は絶食だったでしょ？昨日の分も食べるかなと思って、今日はいっぱい作ってみたんだけどどう？おいおい、いくら俺が健康体だからといっても、こんなにたくさん食べきれないよ。余って捨てることになったらもったいないよ。ほら、フードロスって問題にもなってるでしょ？結局、浩平はご飯一膳とおかずを一人前食べてお腹いっぱいだと言って食事を終えた。食後、私がいつものように洗い物をしていると、さて、今日はどのアイスと缶詰、それからお菓子を食べよっかな。お腹いっぱいになったんじゃなかったのかよ。浩平は外食に行っても、私が注文した料理を強奪するようなことは絶対にしない。それどころか、一人前を食べたところで、お腹いっぱいになっちゃったよ。いやー、ここのレストランは美味しかったね。また今度必ず来ようよ。と、こんな感じだ。それがどうして、家だと買い置きを食らい尽くす怪物になっちゃうんだよ。もう我慢できない。性格はいいかもしれないけど、あなたの食い尽くしにはもううんざりだ。この先何十年も公平と一緒にいたら、私が仕事から帰ってくるたびに家中の食料が消えちゃうわけでしょ。何回公平に注意しても買い置きを食べ尽くす癖は治らなかった。私の人生は一度きりなの。あなたを注意するために時間を割きたくない。だから私と離婚して。え、離婚？離婚という単語を聞いて公平はさすがに渋った。でも最終的には私の意向を認めてくれた。私が思いの丈を公平にぶちまけて数週間後、私は念願の独り身になった。仕事から家に帰ってきても、寝て起きて冷蔵庫を開けても、買い置きの食べ物が減っていない。独身最高。こうして私は買い置きを食らい尽くすモンスターから解放されて、幸せな生活を手に入れることになった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。